1回戦最後の試合です。セガサミーの先発草貝を攻めて1回の裏の三菱自動車岡崎、補強の比嘉がデッドボールで歩いて、その同僚補強の柴田がレフトスタンドへホームラン。豪快な一発でまず補強の活躍、三菱自動車岡崎が2点を先制します。3回までパーフェクトに抑えられて4回も無得点だったセガサミ、秋山翔投手を攻めて、これは5回の表ワンアウト満塁から上田がレフト前のタイムリーヒットで2対1、点差とします。さらに満塁でバッターは2番の高島、今度は左バッターが左へ、レフトへの2点タイムリーヒット、これで3対2、セガサミが逆転します。秋山翔投手の甘い球を各バッターが逃しませんでした。セガサミペースになるかと思われたんですが、5回の裏、三菱自動車岡崎は2アウト3塁として内藤がレフト前のタイムリーヒット、これで3対3の同点、すぐに追いつきます。その後7回の裏、ノーアウト2塁1塁のチャンス、マウンド上のピッチャーは古屋敷、このバント、西川のバントを古屋敷が三塁へ、これが送球がちょっと低くいきました、悪送球、ピッチャーのエラーが記録されました。4対3で今度は三菱自動車岡崎がまたリード。さらに2アウト3塁2塁という場面でバッター2番ベテランの小室が速い球を弾き返すセンター前のタイムリーヒット、これが2者生還で6対4、3となります。さらに2アウト3塁1塁で柴田、1回にホームランを打っていますが、ここではセンターへのタイムリーヒット、柴田は3打点、これで7対3とします。粘るセガサミー、8回の表4番バッターに代打を起用、バッターは北川、ライトへのソロホームラン、大会20号で追い上げます。7対4とします。8対4としまして、その後9回の表、ここは変わった神原、高本がライト前のタイムリーツーベースを放って8対5、3点差。粘るセガサミーでしたが、最後はピッチャーの神原が踏みとどまります。上田を三振取ってゲームセット、8対5で三菱自動車岡崎が勝利を収めました。4年ぶりの勝利、そして梶山監督の初勝利となりました。勝利しました岡崎市代表、三菱自動車岡崎、梶山義彦監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。一番最後の1回戦となりました、初戦突破です。今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、久しぶりに3年ぶりにこの東京ドームでまず野球ができたことが本当に嬉しいです。で、監督として初めての都市対抗で、選手たちが非常に頑張ってくれて、勝ってくれて、本当に素直に嬉しいです。もう本当に素晴らしい選手の頑張りがありましたが、まずは8得点2桁安打ということでしたが、初回は補強の選手2人が得点絡みましたね。期待通りに、やってくれました。はい、喜んでます。そして同点に追いつかれるも、その後は7回ですね、打線爆発ということでルーキーの選手2人からということで一気にラッキーセブンに持ってきました。はい、そうですね、あまり期待してなかったですけど初めての都市対抗で、堂々とやってくれて、ああいう形でね、チャンス作ってくれて、頼もしいなと思いました。ベテランの活躍もその後ねヒットとありましたけれども、投げては先発の秋山投手もゲーム作りましたね。そうですね、初回をきちんと3人で、切ってくれたので、そこで流れを作って、1回裏の、得点につながったと思います。そして最後ね神原投手が抑えて、素晴らしい初戦ということになりました。さあこの後はもうすぐ今度来ます、2日後にスバルとの対戦となりますが、そこに向けて意気込み、また皆さんにメッセージお願いできますか。そうですね、またもう1試合ここで野球ができるということで、その喜びに、ね、感じながら、選手が頑張ってやってくれればいいと思います。はい、いいですか、マイク戻します。
我々野球部を、支えてくださっている、皆様、本当に今日は力強い応援をいただきましてありがとうございました。次、またあさって試合ありますけれども、また全員がいろんな思いを込めて、選手たちが精一杯戦ってくれると思います。また力強い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。岡崎市代表三菱自動車岡崎梶山監督でした。おめでとうございました。ありがとうございます。